ポンチャー翔太です。今回は新しく来たですね、ついに来た MR アバターのかぐや姫の性能解説をやっていこうかなと思います。で、かなりですねサポート性能が高い感じのキャラクターになっていると思います。まあ、やっぱり MR なんでこれまでとは一味違った性能になってますね。で、まず最初になんですけど MR アバターについてですね話した後、スキルの説明をして最後にまとめとやっていこうかなと思います。で、まず MR アバターですね、こちらまず絆としてはUR1000 のアバターと同じでですね120であることが分かりました。なんでまあ0から取った場合ですね、UR1000 の状態から UR1000 から取ろうと思うと120足す180で、まあ、合計300絆が必要となります。で、割引券なんですけど、MR の割引券に変わりましたね。MR 割引券、MR 幸運券になったので、まあ、ここの辺はちょっとまた改めて集めていく必要が出てきたっていうところがちょっとめんどくさいところですね。これまでの幸運券使えるとかなり楽だったんですけど、それはできないっていうところで、まあ、かなりゼロから取るのは厳しいガチャとなっているかなと思います。基本的にラッキーバフがないガチャになっているので、まあ、単純にですね300連を10連で絆後で集めようと思うと、まあ、60回回す必要があるんですね。60回回すと18万元宝ぐらいですねかかってしまうことになるんで、まあそんな元宝を捻出するのはなかなか厳しいのかなと思うので、かなり正直言って現状は割高かなとは思っています。まあ、ただですね一応救済措置がちょっとこれ今回だけの可能性あるんですけど、この幸運券ないことの救済措置かわからないですけど、ガチャを引くと水引きがもらえるようになっています。まあ、累計ガチャの回数でですね、まあ、400回まで水引きをもらうことができて、まあ、400回引くと、まあ、400回って確定の絆200分なんで、まあ、意外とゼロからだと全然いってしまう可能性はあると思います。で、そこまで引くと水引き最大90個もらえるんで、まあ、今のイベントでも花の水引きですね、 MR アバター用の水引き配られてると思うんで、まあ、おそらくですね100連分ぐらいはタダで引くことができるんじゃないかなと思います。まあ、なんで絆50ぐらい、まあ、50、60、70ぐらいはうまくいけばタダで引くことができるんじゃないかと推定しております。それではスキルの性能に移っていきます。まずですね味方6名のデバフを1つ解除します。まあ、これはUR1000 の状態でもあったと思うんですけど、解除前にですね味方の筋力値、知力値、敏捷値、体力値をそれぞれ参照して、まあ、その中で一つですね味方の生存者の中で最大値のキャラクターに関しては、まあ、なんで4名存在するはずですね。筋力値、知力値、敏捷値、体力値のそれぞれ1位のキャラクターの、デバフをさらにもう一つ解除することができます。まあ、なんでデバフ2つ解除することができるって感じですね。で、しかも追加で解除する分は罪悪状態を優先して解除するっていうところで、まあ、いきなりですね、まあ、罪悪状態を解除できるようなキャラクターが来たといった感じになっております。で、まあ、基本的に筋力値、知力値、敏捷値、体力値、この辺のステータスが一番高いキャラクターって、まあ、メインキャラクターであることが多いと思うので、まあ、この参照の仕方は、まあ、変なキャラに、まあ、デバフプラス1解除が乗ることもないと思うので、まあ、かなりいい内容かなと思います。で、このデバフ解除をした後に4ターン奮起に入ることができて、まあ一応予想通り生後状態の奮起になりましたね。で、この生後状態の奮起で、まあ、どんな性能になったかなんですけど、まず防御力 75% 増加、攻撃力 30% 増加、まあ、ここは正直大したことないかなと思います。で、追加効果で筋力、知力、敏捷それぞれ 10% 増加っていうところがあります。これは、まあ、10%をどう捉えるかですけど、かなり優秀なバフになったんじゃないかなと思っております。で、まあ、スキル内容を見てもらって分かるように攻撃はしないのでダメージは一切出ません。で、強みとしてはもういきなり来た罪悪状態の解除ですね。
まあ、まだ来ないかなとは思っていたんですけど、まあ、いきなり出してきたってところで、多分これから罪悪デバフキャラクターもどんどん出していって、もしかしたら相対的にかぐや姫の価値っていうのが、どんどん上がっていってしまう可能性っていうのはあります。で、まあ、奮起も、まあ、ランクアップすることで、まあ、実質ほぼ全ステータスバフになりましたね。まあ、体力値がないんです。あと防御貫通とかその辺は上がらないんですけど、基本的にほぼほぼ全ステータス の筋力値、知力値、敏捷値が上がると、それに伴って物理防御とか、まあ、回避値とか回心値とかその辺も上がるので、まあ、実質全ステータスバフになりましたね。で、多分ですけど、ちょっと確認してないんですけど、まあ、生後状態になったことで、まあ、デバフ解除、バフ解除ですね、の攻撃を受けても、おそらく生後状態を解除するバフ解除じゃないと解除できないと思うので、そこも優秀だと思います。で、弱みとしては、まあ、攻撃はしないっていうところと、サポートキャラなんですけど、スキル1で回復がないっていうところ、まあ、ここが、ちょっと弱みにはなってくるのかなと思います。で、続いてスキル2ですね。内容としては 1000% の6名攻撃を行います。で、残り MP の45倍のダメージも与えると追加で、で、毎回攻撃した後なんですけど、 HP パーセンテージが最も低い味方に、ダメージの 30% 分の回復をします。で、回復するときに味方が奮起状態の場合は回復量が倍になると、まあ、なんで 60% 回復って感じになりますね。で、まあ、ダメージとしては特に変化する要素ないので、まあ、敵の人数によるんですけど、まあ、6000% と MP の270倍のダメージを与えるといった感じになります。で、強みとしては、まあ、毎回攻撃後に回復っていうのが結構肝になっていて、全ての攻撃後回復するキャラって結構いると思うんですけど、ああいったキャラって自身が反射でその前に途中でやられちゃって最後に回復して、まあ、復活するわけではないので回復が意味なくなるってことが結構あるんですけど、このキャラクターの場合は攻撃しながら回復することができるんで、まあ、最悪反射で大ダメージを受けてしまっても自身を回復しながら攻撃していくことができるというところで、まあ、攻撃後に回復っていうのはかなり優秀かなと思います。反射にも、まあ、強く出れるところがあると思います。まあ、ただ弱みとして反射に強く出れるとは言ったものの、火力としては敵1名に対して 1000% と MP の45倍しか与えないので、まあ、火力は正直出せないと思った方がいいと思いますね。このキャラを火力が出せるぐらいまで育てる方っていうのもそんないないと思うので、まあ、回復性能に過剰な期待っていうのは禁物かなとは思います。この回復の仕方自体は優秀なんですけど、この攻撃のためだけにどこまでこのキャラを育成するのかっていうところがちょっと問題です。で、続いてパッシブになりますね。で、まあ、結構私これは嬉しかったんですけど、パッシブ1で追加された内容として物理回心耐性と筋力ダメージ耐性が追加されました。まあ、これがついてくれるとかなり武将に強く出れるんで、まあ、これは本当に嬉しかったですね。ただ真ん中のやつはちょっといらないんですけど、防御貫通がレベルかける15つきます。まあ、さっき言ったように火力出してるキャラクターじゃないので、もうここもいっそのことを防御力パッシブとかにしてくれると個人的には嬉しかったですね。で、続いてパッシブ2に移っていくんですけど、攻撃力54%、砲術防御貫通1000で HP 54%、回避値レベルかける400で、状態異常耐性がまあ 100% になってます。で、 MP 上限レベルかける400と。で、武器がちょっとここやっぱあれですね、純 MR と比べちゃうといけてないところではあるんですけど、知力値レベルかける230、攻撃力 18%、 体力値レベルかける200となっております。強みとしてはまあ期待通りですね、まあ、防御面を、まあ、特に武将に対する防御面を強くしてくれるパッシブがついたところが良かったところかなと思います。で、まあ、状態異常耐性も 100% になったんで、まあ、これからネロみたいに状態異常耐性向こうが流行ってくると思うんで、まあ、100% だと 180% ぐらいないとちょっと信用はできないところはあるんですけども、 100% になってくれたことで、まあ、従来のキャラクターからのデバフっていうのは受けなくなりました。で、弱みとしては、まあ、純 MR ですね、カエサルとかネロとかあの辺って二次武器もめちゃめちゃ強いんですよね。そこと比べると、まあ、武器のパッシブが貧弱っていうところで、防御面も、まあ、良くなったんですけど、ベースの耐久面の値っていうのが、まあ、回避値を上げられてもって感じなところはあるんで、
まあ防御面も不安っていうのはあるかなと思います。防御貫通が防御力になってくれるだけでかなり嬉しかったんですけど、そうはなりませんでした。で最後にまとめなんですけど、まあ戦役とかボス戦であればずっと使っていけるキャラクターになるかなと思います。基本的にバフキャラを入れないってことはないと思うので、まあこのキャラクター全然使ってもらえばいいかなと思いますね。でとまあ特に使いやすいのは闘技場ですね。まあぶっちゃけスキル1打ってるだけでも結構強いので、まあ、闘技場では、まあ、今後しばらくというか罪悪状態流行ってくるとなおさらですけど、まあ、どんどん使っていけるキャラクターになるかなと思います。まあ城はさすがにちょっと使いにくいですね。スキル1攻撃しないので、まあ、城での活躍はあまり期待できないかなと思います。で強みとしてはまあ現状唯一無二のバフですね。奮起性5バフがあるっていうところで、罪悪解除をする性能があるっていうところが、まあ、現状唯一無二なところですね。でまあ実質バフも全ステータスバフになってるんで、まあ、おそらく腐るってことはないのかなと思います。まあ何かしらの、まあ、攻撃力だけで見ると暴走とかの方が上がるとは思うんで、まあそういった意味で腐ることはあるかもしれないですけど、まあ奮起、まあ全ステータスを上げるようなバフになってるので、まあ完全に腐るってことはないかなとは思ってます。でスキル1をぶっちゃけ打つだけなら、まあこのキャラ取ってしまえばもうすぐ使えちゃうので、スキル1を打つだけなら育てる必要もないっていうところが強みかと思います。で弱みとしては、まあちょっと奮起というバフ自体若干不遇なところありますよね。攻撃力と防御力を上げてくれるっていうところはいいんですけど、まあその値ですね、まあこのキャラでいうと確か防御力 75% 攻撃力 30% に対して、まあ基本的に多分攻撃力メインで見る方が多いと思うので、そうなってくると他の祝福とか蓄力とか暴走とかには負けてしまう部分があると思うので、まあ若干奮起自体が不遇っていうところがあります。でまあこのキャラ自体に火力はないに等しいと思うので、まあ他のメインキャラがいない状態で取るとかなり後悔することになると思います。まあまとめとしては、バフキャラをまあ持ってない方で他にメインキャラがいるような方には、まあもう取ってくださいっておすすめ正直できるかなと思います。まあただ現状ですね、まあ今現在ですけど万人に必要な性能ではないとは思います。バフキャラ揃ってる方は無理に取る必要は全然ないですし、まあ罪悪状態もまだネロしかしてこないので、別に解除する必要もないと。でまあ全体デバフするだけであれば別に虹の状態でも構わないので、まあ現状万人に必要なキャラクターでないことは間違いないです。まあこれからに期待ですね。相対的に価値は上がっていくかなと思います。まあ特に罪悪デバフ状態のキャラクターが増えてくると、まあこのキャラの価値がどんどん上がっていって、まあ最終的には持ってないときついってなる可能性はありますね。まあこれで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。